さあどうも皆さんこんにちは、だいだれです。さあ今日は都市の国編でーすってことでやっていきたいんですけど、先にね、皆さん、あれ行こうぜ、あれね。服買おうぜ、服。いやもうお金あるし行けるでしょ。わひー。ミニカー楽しい？わかるぞ。こっちかな。クレイジーキャップ本店で買いましょう。一番大きい店だからね。チッスー。さあ、売ってくれ。足りないちょ待って。足りないマジか。え、じゃ、今日は頭だけ買うか。今日は頭だけ買わせていただきます。ありがとうございます。イエーイ頭だけ、ちょっと体ちょっと別の顔、別の。で、何が似合うだろう。あ、クッパとかのクッパ、いや、違うな。え、金なんか全部銀でいい感じ。64とかもなんか似合いそうだよね、これ。裸、これなんか俺、いいね。いや、パンツ一丁が似合う。わかるわ。わーい、なんか魔界村感がある、これ。はい。では、この、おしゃれ、最先端おしゃれな格好で、この近代都市を駆け抜けたいと思います。いやー、かっこいい。大太郎さんってかっこいいですねって。おしゃれですねって。やっぱよく言われますね、ほんと。よし。では、ルイジの元へ来ました。ルイジ、ここはどんなとこだい？お兄さん、その格好はどうかな？いや、似合ってるけど、うん。ね、似合ってるでしょ？はっきり言ってくれよ。な、おしゃれで、この最先端でしょ。さあ、コイン、ありがとうございます。いや、ランク上がった。あ、買えるよって全部。やった。いや、でも、ええか、次回買おうぜ、これ。よし。ってことで、今日も、探したいと思いまーす。皆さん、俺のね、バルーンちゃんと探してくれてる？大丈夫？ちゃんと。よし。では、船探し。うわ、嵐のニュードンクシティだ、これ。ねえ。さあ、とりあえず簡単なやつから行きましょうか。15枚シリーズ。ね、簡単なやつから攻めていきましょう。23秒で見つけろ。え、この上登れってやつ？行くぜい。電線この辺あったよね、確か。あった。ドゥルル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 ルで、さらに上。ドゥルル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 ルめっちゃできとるやん、これ。やたね兄さん、76枚プレゼントだよ。いやー、いいね、これ。どれにする、次。うわ、15枚がない。じゃあ、次45枚シリーズ行きましょう。大丈夫かな、45枚。170メーターあっちだよって言われた。ドゥ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 。あっち、どうやって行こうかな。ちょっと待って、マップ的に言ったらこの辺りだよね、170メーター先って。この辺り。まず、一直線に走っていこう。スクーターとかないの？この辺。スクーターはなさそうなので、行くぜ！走れ！さあ、矢印出てる間に、頑張りたい。もうこのほぼ横。さて、この辺り？どこ？下？道わかんない。あっち！ここの裏のところかな？あった！よーし！コングラッチュー！ニュードンクシティはね、もう駆け回ったから大体わかるよ、俺。賢い。やったね、兄さん。イエーイ。いいね。さあ、45枚シリーズ、どんどん埋めていきましょう。頑張るぜ。また、あっちの方や。おっと、ほぼ一緒だよね、多分。ね。いくよ。ほい！やっぱこれが一番早いよ、これ。あのね、転がりながらね、リモコンをひたすら振るの。振ったらこんな感じになるから。さて、わからん。あった、見えた。よし。そこなー。よいしょー。というわけでゲッチュでーす。コングラッチュ。なかなかいいね、こういう隠し場所ね。看板の上とか裏とか。タイムボーダツだよー。3連続クリア来てる。え、どこまで行けるだろう、俺は。また行きましょう。だいたいあっちの方は、これ同じとこちゃう、これ。ねえ。
同じとこやろ、この150何メーターって。ちょ、待って待って待って、みんな結構隠すとこかぶってんじゃないの。いやでも違うかこれ。うん、あっち、ほう、やば、まずい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 、あったあったあった、ちょっと待って、おい、ハートで飛んで、それ、ちょっと、奪っとるやんけ、それ。うわ、出た、これ、噂の、壁、はめってやつ取れんの、これ。いや、無理やろ、これ。ちょ、これの取り方なんか知ってる方いたら教えてください。こう、うわ、もう、なえるわ、それ。いや、もう、今でやんない。知らない。バカ。よし、ではではちょっとね、今回も俺が隠したいと思います。どこ隠そうかな。行ってきます。さて、隠してきましたよ。今回は、めっちゃ簡単、もう。ほんと簡単だから、信じてほしい、俺を。ほんと簡単。都市の国ね、いや変なところ多いから、優しさをちょっと出してみましたので。ね、多分、2回か3回、ワンチャン1回で取れるの。ね、ぜひともね、チャレンジしてみてください。ID です。001B の7296Y です。はい、遊んでみてください。よし。ってことで、じゃあ続けて遊びましょう。俺も風船探しの時間だ。やっぱ45がちょうどいい。けど、やっぱ変なのあったら怒る俺。やめてほしい、変なのは。じゃあ次また。あっち？ほう。じゃ行ってみましょうか。ねえ。うわ、車邪魔やる。うわー。待て。すげえ。え、ちょっと、待て待て待て。いろいろやばい、いろいろやばい。時間足んなくね？時間足んなくね、これ。どの辺？ちょ、無理やり、無理やり行こう、無理やり。よし。どこー？こうやってピューって行くのが早いのかもしれない。ね、でもこれ絶対届かんよな、これ。今の、この幅、幅跳び。マリオ。マリオ絶望の視野で、これ。ね、裸のおっさんやから、今完全。帽子内でただの裸のおっさんやぞ、ほんま。ちょ、もう一回チャレンジしてみましょう、今のは。今のはもう一回やったら取れる。いきます。逆逆逆。逆逆逆。ちょ、ちょ、ちょ、大丈夫、大丈夫。ちょ、ルイージ。遊ぶな、お前は、ほんま。スクーター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 って意外と有能だからね、みんな。スクーター使えるんだ、使った方がいい、これは。間に合うか？はい、ば、わあ！ちょっと待って、嘘でしょ？マリオはどこへ？じゃあ、3度目の正直。ね、今度こそ行きたいと思います。降りるのって、ZL だっけ？ね、降りるボタンが分かんなかったんだけどね、さっき。ほい。ちょ、邪魔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 。帽子投げてゲットしようと思ったら、じゃあ、スクーターが邪魔するっていう。まあでも成功したからよかった。オッケーでーす。イェイ。150枚、あざーす。あんまコイン増えないね。やっぱ難しいから。お、次。65枚のシリーズいきましょうか。65枚、いけるかな150、またこっちか。こっちが多いよね、ほんと。ねえ。100メーターぐらい離れてたら、スクーター作った方が早いわ、絶対。むむ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 。これ、わかんねえ。ちょ、待って、あかんかん、上行くんやったらこっちから行くかな。時間ない、時間ない、時間ない、時間ない。あ、また出た！埋めてるシリーズだ。これどうやって行くん、そこ。絶対取れないよ、こんなの。ねえ。もう、やだ、俺。入れんの、これって、しゃがめば。ねえ。ちょっとね、しゃがんで入れるかだけ試してみよう、ここ。あ、取れた。そこ、入れんの？これ革命やで、みんな。ここ革命やで、ほんと。さて、次です、行きましょう。
だいぶマスターしてきたんじゃん。これまた同じとこじゃん。みんなあそこ隠してんじゃねえの、もしかして。で、だいたいみんな一緒説。やばい。ほらほらほら、みんなここじゃん。あ、しゃちょれ、これ全部溶けたみたいなもんだよ、これ。いいね。いや、これ無限に稼げるのでは、実は。やばっ。いや、全然違う、これ。む、あっちのビルか、これ。いいですね、ああいうビル、渡る系。で、同じのやつが飽き飽きしてたんだ、俺は。よし。この辺はね、電線の使い方をね、やっぱ覚えないとね、クリアできない感じのゲームになってるからね。みんな覚えような、電線。電マスなら電マスに。電マスター、電マス。さあ、この辺りでしょ、風船って。今見えた風船。どっち風船。え、こっち、ん、あっ木の中に隠してた。すげえ。面白い。今のすげえな、これ。まさかの都市の中で木いっぱいあるけど、そこに入れるんだね。あ、ランクアップだ、やった。126でーす。どんどん上がってきたぜ。よし。やっぱ楽しくなってきたな。90枚いくか、90枚シリーズ。あ、ただ156だから、これ。またあれでしょ、まだあの中でしょ、これ。ねえ。もうこれ、飽き飽きだよ、みんな。都市の国は、お金稼げるわ、そう考えたら。ほんと。ねえ。まあ、ここでしょ、もう分かってんだって、そんなの。ねえ。おい。コングラッチュ。いや、めっちゃ稼げる、これ。これ以外見たい。90枚いってみよう、90枚。これ絶対むずいよ。え？うわ、うわ、どうやって行こう、ここ。こっちのビルやろ。ここのビルの上やろ。ここから幅跳びに飛んだ方がいいかな。なんか登れるってやり方。ここから行く？で、電線の位置を覚えてないぞ、俺。やばい。急がば回れやからな、これ、このゲームの基本。よし。ここ側だよね。よっしゃー、いいぞ。こんなん出さんでもね、渡れんねんけど、一応ね、保険で。え、この辺りだよね。どこだった。ま、もう一個向こう。ほい。待って。なんか、あった。よっしゃうー。コングラッチュ。え、でも90枚シリーズ取れたぞ。やばくね？俺、都市の国はマスターしたかもしれない。ミスする気がしない。ねえ。じゃ、ここで、行ってみようか。絶望の110枚シリーズ。67メーター下？は？え、ここってどこ？建物の上じゃないよね。下、斜め下だから。隙間だよね。ここの向こう側。は？あ、どうやっていくのこれ。ちょ、これむずい。これむずい。ここらへん。よし。場所は？下！え、こんな無理やない？こんだかとか。あ、どうやっていくん？ちょ、で、これが、噂の、爆噂か！ちくしょう！俺の連続記録を返せ。つらい。あかん、もう。終わりや、今日はもう。絶対選ばねえ。絶対選ばねえ、今の。あ、終わり。よし。っていうことで、今日はこれで終わりたいと思います。やっぱ、最高難易度は、無理です。ね、それより下ぐらいの難易度で遊ぶのが一番楽しいと思いますので、皆さんもぜひともね、遊んでみてくださーい。ではご視聴いただきましてありがとうございました。スーパーマリオオデッセイ。で、いや、マリオオデッセイってマジで面白いな、やっぱ。なあ、みんな。またやってっからぜひとも見てくれよな。じゃあ、また会いましょう。おつぽよ。裸のおっさんとまたな。